ゼロジェクル・ソサエティ・オブ・ロンドン、メーン・ビルディング、ゼロジェクル・ソサエティ・オブ・ロンドン、メーン・ビルディング、エントランス・ロンドン動物学会あるいは、ロンドン動物学協会とは、1826年4月に、ロンドンに設立された、学術団体である。サート・トーマス・ラッフルズ、第二代オークランド男爵ジョージ・イーデン、第三代ランズダウン公爵ヘンリー・ペティ・フィッツ、サー・ハンフリー・デイビー、ロバート・ピール、 ジョセフ・サビン、ニコラス・ビゴーズらによって設立された。最初の会議でリージェンツ・パークの一角を王室からすでに得ていたが、1829年3月にジョージ4世から免許状を受け取った。ジョセフ・バンクスの邸宅で最初の会合が行われたロンドン動物学会は、当時のイギリスの主要な科学者によって設立された。すべての科学的団体の好期のある親と呼ばれた。 ロンドン王立協会は自然科学の力強さを明らかにし、1788年のロンドンンネ学会の設立につながった。その目的は自然史の科学研究の全文や特にグレートブリテンとアイルランドの自然史の宣伝と定められた。しかし輪廻が植物学者であったことから輪廻学会は植物により大きな関心を持っていた。 1822年11月29日に近代動物学の父ジョンレイの誕生日に合わせて行われたリンネ学会の会合で昆虫学者ウィリアム・カービーはリンネ学会の動物学クラブを作る決心をした。1816年から1826年の間、ラフフルズ、デイビー、ジョセフ・バンクスらは議論を行い、パリ植物園のような形で動物を収集し、 公共の関心を引き楽しませる組織が必要だと感じた。教会の目的は動物を収集し、よかに図書館と博物館で学べることだった。1828年に会員向けに動物庭園が開園された。ウィリアム4世は教会に王室の動物コレクションを寄贈した。1847年に資金の問題を解決するために市民にも解放された。 ロンドン市民はすぐにこの動物学庭園をずっと略した。このロンドン動物園はすぐに世界で最も広範なコレクションを有する動物園となった。20世紀が始まると動物をより自然に近い環境で飼育して観察する必要性が明らかとなった。教会の事務局長、ピーター・ミッチェルはロンドンから 110km 以内で市民がアクセスしやすく、 少なくとも200エーカーの広さを持つ新たな公園を作ろうと考えた。1926年に農業の不況から都合の良い場所上見つかった。教会はホイップスネード村の近くのホール牧場を13,480ポンドで購入した。最初の動物は2羽の生地、1羽の金径、5羽の赤色屋系であった。1931年に ホイップスネード公園は世界初の野外動物園として市民に公開された。1960年から61年にかけて事務局長、ソリーズ・カーマンは科学者を雇い向上的に研究を行えるように2つの医学基金から資金を集め動物学研究所を設立した。今日の ZSL は科学、環境保護、教育における国際的な事前団体である。 教会は、ロンドン動物園とホイップスネード野生動物園を運営し、2011年には、水族館ビオタを開設する予定である。現在の教会の講演者は、エリザベス2世である。1864年以来、ズロジクルレコードを発行しており、1980年にビジスと改名された。また1830年以来、ジャーナル・オブ・ズーロジー氏を発行している。 ロンドン動物学会は動物学の発展に功績のあった人物に対しフリンクメダル、シルバーメダル、スタンフォード・ラッフルズ賞、チャールズ・ダーウィン賞、トマス・ヘンリー・ハクスリー賞などを授与している。最も有名なのはフリンクメダルでジョン・メイナード・スミス、ジョン・クレイブス、ロバート・メイ、ジェフリー・パーカーなどが受賞している。すでに記述された人物は除く。ありがとうございます。